本堂われ梅小二墓地戦勝寺は佐賀県卓市にある浄土宗の寺院で、三号は光明山。当初は天台宗であったが、公安年中一辺がこの地を訪れた時自習に改めた。三重の弟子赤月誉までが中高の祖となって、慶長十四年浄土宗へ再び改めた。解散は大道二年行期菩薩によると伝えられる。本堂は、 文政十一年の大風で倒壊し、天保の初め再建。境内には、樹齢六百年と言われる大筒子があり、中世の武将将に、正さ地元不死の墓所が残る他前託氏のものと思われる、墓碑がある。かくわれ梅の伝説のある梅の木もある。戦国時代の大名将に正さにまつわる伝説が、残る。将にまさはかつて、非禅、筑禅、武禅と生き、 津島を支配下に置き三千二等の大使と仰がれ、レンガの会で、朝鳥りの下世に眠る日陰かなと読んだことから、朝鳥りの小二殿と称されるほどの身であった。明王六年、大内義雄の大軍に敗れ、太宰府を追われた後、比前春家城城主の弟千葉種氏を頼って入城したが、その春家城も、風前の灯火となった。ここは、 私が食い止めます死を覚悟した種元に勧められ、4月18日暗夜に紛れて脱出した正助が頼れるのは一箇所しかなかった。家事、峰城の上主、拓宗時とは、彼の娘義境を嫁に迎えた間柄で、戦いに先立って若い妻義境を父、宗時の元に預けていた。19日の夜明け頃、やっとたどり着いた家事、峰城で正助は門扉を叩く。 帰郷、帰郷はおらぬか、夜が明けるが門は開かれず声だけが聞こえた。資料へお入れすることはできませぬ。大内方に引き渡さぬのが、せめてもの情け、潔くご自害なさるが良い実は、宗時のもとに、大内義雄から、正助をかくまえば、正助もろとも攻め滅ぼすと、最後通帳が届いていたのだった。宗時には、大内氏と戦う力は、とてもなかった。 夫をかくまってほしいとの娘義教の嘆願にも耳は、かせず、わかっていただきたい。数とと大勢の命とは変えられぬ正さは頼む。わかり申した。ではせめて義教に、一目合わせてくださらぬか答えはなく、縄文を背に正さは力なく歩き出す。さらばじゃ、義教近くには、千勝寺があり、正さはその日の夕暮れに、自世の苦を営じた。花の散る。 思えば、風の塔が鳴らず時いたりぬる春の夕暮れ越しの袋から、梅干しを取り出しカリカリと噛み砕いた各落ちに叩きつけ、心あらば、我が身代わりとなってもえいで、春ごとに花を咲かせよ、平たい石に腰を下ろすと見事に腹をかすさばき、返す歯でのどぶえを貫き自陣した。去年五十七。翌年の春、不思議にも梅のわかめが芽吹き、年ごとに成長した。 初夏には青い実をつけたが、梅の実には、初めから核が割れているのも混じっていて、いつの頃からか、核割れ梅と呼ばれるようになった。地元の人は、種割れ梅と言っている。千年寺院千生寺、ありがとうございます。